メソメソすんな。そんなにわうわ最低。マリモ、分かったよ。好き。やっと島を出たみたいね。ああ、の組織の仇討ちか。敵襲敵襲。綺麗なお姉様。あ、なんだお前じゃねえか。生きてたのか。あんたいつからこの船。モンキー・ディ・ルフィ、あなた。おいお前嘘つくな。俺は何も。いいえ、耐えがち。意味わかんねえやつだな。私を仲間に入れて。はあ、崩れゆく総裁殿の中で私はポーネグリフと共に埋もれて死ぬはずなのに、あなたは私を生かした。それがあなたの罪。私には。なんだそうか、それはしょうがねえな。いいぞ。心配すんなって、こいつは悪いやつじゃねえ。ロビンを仲間に加え、グランドラインを進むルフィたちだが、ログポースが空を示すという事態に直面する。空にあるという島の伝説を信じて情報を集める中、大型ルーキーと称される海賊ハイエナのベラミーと遭遇する。空に島があるって？一体いつの時代の人間だよ。いいか、海賊が夢を見る時代はもう終わったんだ。ベラミーから売られた喧嘩をあえて買わず、嘲笑や暴力に耐えたルフィたちは謎の海賊と出会う。空島はあるぜ。海賊が夢を見る時代が終わるって。え、おい、ぜはははは。人の夢は終わらねえ。笑われていこうじゃねえか。高みを目指せば出す拳の見つからねえ喧嘩もあるもんだ。その後、空島へ向かう手がかりを得たルフィたちは、立ちはだかったベラミーを倒し、空島スカイピアへと到達した。空島での冒険を終え、深く損傷したゴーイングメリー号、一味はその修理をするため腕利きの船大工を求めて海を進む。その途中、突如ルフィたちの前に現れた海軍大将青木地と交戦。一味は全く歯が立たず、その力の差を思い知らされる。お前たちはこの先ニコロビンを必ず持て余す。ニコロビンという女の生まれついた星の凶暴性を背負いきれなくなる。ロビンについて不吉な忠告を残した青木地は、一味を捕らえることなく去っていった。その一件の後、一味を乗せグランドラインを進むゴーイングメリー号の眼前に、目的地ウォーターセブンが姿を見せる。船大工たちからメリー号修理の査定を受けるべく、ルフィたちは造船会社ガレーラカンパニーへと向かう。メリー号が直せねえって、なんでだ。査定の結果は聞いただろう。船の全国。そんな、じゃあ。まあ船の寿命だ。いい機会じゃねえか。諦め。いや、乗り換える気はねえ。俺たちの船はゴーイングメリー号だ。今日だって快適に走ってたんだ。なのに急に後悔できねえなんて信じられる。沈むまで乗れば満足か。呆れたもんだ。話は一旦終わりだな。船を買う気になったら。せっかく空島の黄金を売って修理代も手に。おい、ナミ、大変だ。冗談やめてよ。あのお金がなくなったら。うわー、そりゃウソップもいねえぞ。一方、その頃、水が澄んでて歩ける場所も。近くの島では今仮想化。え、そんな話し声が聞こえたから。はあ、すげえ。もちろん入りましょう。CP9 です。CP9。
兄貴に届けるぞ。くそ、逃げられた。ウソップ、息はあるか、チョッパ。死んじゃいない。ちょっと待ってろよ、ウソップ。誰だ？あれは、てめえの実力のほど…うわっ！ちょっと待て、おめえら！フランキーの兄貴が持って…もう喋っそうだ。お前ら、どうか、フランキー。どこへだ。参ったな。金の…おい、とにかく船に戻る。船よ。ん？決めたよ。ゴーイングメリー号とは。船はよ、乗り換えることにしたんだ。ゴーイングメリー号には世話になったけど、この船での航海はここまでだ。待てよ、そんなお前、シュール代足りなくなったのか。違うよ、そうじゃねえ。じゃあなんだよ、なんで乗り換えるなんてくだらねえことを言うんだ。メリー号はもう直せねえんだよ。お前、一流と言われる船大工たちがもうダメだと言っただけで、今までずっと一緒に海を旅してきた大事な仲間を、お前はこんなところで見殺しにする気か。じゃあお前に判断できんのかよ。お前は船大工じゃねえだろ、ゾップ。うわ、そうだ、それがどうした。絶対に俺は見捨てねえぞ、小牧野よ。これは俺が決めたことだ。今さらお前が何言ったって意見は変えねえ。いいか、ルフィ、誰でもてめえみたいに前ばっかり向いて生きていけるわけじゃねえ。俺は傷ついた仲間を置き去りにこの先の海へなんて進めねえ。いい加減にしろ、お前。ルフィ、お前だけが辛いなんて思うなよ。だったら乗り換えるなんて答えが出るはずがねえ。じゃあいいさ、そんなに俺のやり方が気に入らねえんなら今すぐこの船に。バカ野郎が、てめえ今何言おうとしたんだ。滅多なこと口にするもんじゃねえぞ。いや、いいんだ、ルフィ、それがお前の本心だろ。なんだと。使えねえ仲間は次々に切り捨てて先に進めばいい。メリー号に見切りをつけるんなら俺にもそうしろよ。意見が食い違ってまで一緒に旅することねえよ。俺はこの一味をやめる。確かにその船は船長であるお前のもんだ。俺が勝ったらメリー号はもらっていく。モンキー・ディ・ルフィー、俺と決闘しろ。あります。どんな目にあっても後悔するな。お前が望んだ決闘だ。当たり前だ、殺す気で来いよ。返り討ちにしてやる。俺には8000人の部下がいる。命が惜しければ今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。流れ星、早くも流れ星。
衝撃インパクト、どうだ父は。ゴムゴムのブレッド、メリーゴはお前の好きにしろよ。新しい船を手に入れてこの先の海へ俺たちは進む。じゃあな、ウソップ。今まで楽しかった。重い。それがキャプテンだろう。迷うな。お前がフラフラしてやがったら俺たちは誰を信じりゃいいんだよ。船を明け渡そう。
俺たちはもうこの船には戻れねえから。ウソップと決闘し決別を告げたルフィたちはゴーイングメリー号を明け渡し宿屋で過ごすことになった。そこへさらに不穏な知らせが一味にもたらされる。チョッパーと行動を共にしていたロビンが行方不明になったのだという。変な奴に話しかけられていなくなっちまったんだ。ごめんよ、俺が目を離したから。そんな中突如として事件が発生。ウォーターセブン市長アイスバーグが何者かの襲撃を受けたのだ。アイスバーグさんを襲った犯人の一人はニコ・ロビンだ。お前らの仲間だろうが。アイスバーグの証言によりロビンは暗殺未遂の容疑をかけられ、一味はガレーラカンパニーの職人たちの襲撃を受け、一方フランキー一家を束ねる頭領フランキーはルフィたちに子分をやられた怒りに燃え、一味への復讐を企てていた。次こそ消してやるさ。さすがは1億の首、なかなか骨がある。さまざまな思惑が渦巻く中、ルフィたちは事件の真相をつかむべく姿をくらましたロビンの行方を追うことに決める。俺は信じねえ。本当のことが知りてロビンを捕まえるんだ。まったく、市長襲撃なんて。クンクン、どうしたチョッパー。ロビンちゃん、ロビン、どこにいたんだよ。いいえ、私はもうここでお別れよ。何言い出すんだよロビンちゃん。気にすることねえよ俺た。そうね、だけど私にとってはいつ、私にはあなたたちの知らない闇。ロビンちゃん、ロビン、みんなにもよろしく伝えてね。さよなら。ちょっと待てよロビン。ロビン、さっきロビンちゃんが言ったこと、ルフィたち。ロビンは、チョッパー、一つ覚えとけ。女の嘘は許すのが男だ。あいつらがアイスバーグさんを襲った一味か。うさめ、見逃してくれる雰囲気じゃねえな。ロビンちゃんを探さなきゃいけねえのに。アイスバーグ様、今の一味め、しかしはロビンを捕まえるんだ。誰でも何もわからねえ。いくぞ。ロビン、一度お前に会いたかった。お前が世界を滅ぼす前に。今世界中でポーネグリフを解読できるのはお前一人。なぜあなたがポーネグリフの存在を。俺は古代兵器プルトンの設計図を持っている。あなた私の何を知っているの。それほどキラー政府に、じゃあなぜ加担する。全てを捨てても叶えたい願い。願い、私を除く麦わらの一味の
そのためなら兵器も呼び起こし。構わない。古代兵器プルトンの設計図、そのありか。な、お前ら政府の人間だったのか。そう、我々はサイファーポールナンバーナイン。潜伏など話を続けましょう。設計図のありかについて思慮深いあなたはここで興味深い事実がある。兄弟子はあなたで、弟弟子は、だが弟弟子は生きていた。フランキーと名を変えて。あくまで仮説だったが、あなたのその反応が。うりゃあ、ロビン、やっと見つけたぞ。邪魔を。麦わらのルフィ、わざわざ罪をかぶりに来てくれたのか。お前、船大工の。悪いが我々は急いでいる。ブルーノ、相手をしろ。ああ、超人的大義六式の力だ。我々 CP9 は身の得得している。ここのしろ、でっかい、気が済んだか。我々 CP9 は物心つい世界政府の重要任務を任さ、我々はこれから重要人物。ネコネコの実、島の外まで飛べ。行くぞ、アイス。なんでお前が。バカ、泣いてねえよ。イーストブルーから。とにかく分かったろ。じゃあおめえ解体屋になんかなる気はねえ。まさか。当然だこいつ。いや、帰れねえよ、その船は。もうふざけんな。この船はもう次の岸へすら。うるせえってんだよ。空島でのある夜、俺は誰もいないはずの船から、次の日の朝、船は下手くそにし、俺は、あれは。そりゃ、お兄ちゃん、本当に大切に乗られた船にけどよ。それじゃおめえ、そう割り切れるもん。悪いな、ノック。そろそろ時間だ、連行する。
お前たちをエニエスロビーに連行する。間もなく海列車が出る。俺の知ってることを話そう。何か知ってるの？俺とニコロビンは同様に、世界政府が欲しがってるのはそれだ。兵器が復活すればこの世界は大変なことになる。だが麦わらの一味が無事に島を出ることを条件に、全世界に生きる全ての人間の命よりも。よかった。そうと分かりゃ考えることは。それ以外ね。だけど、まあ手段。ロビンの真意を知り、奪還を決めたルフィたちはアイスバーグが整備したもう一つの海列車に乗り、四方の島エニエスロビーを目指す。そこには CP9 に連れ去られたフランキーを救おうとするフランキー一家の姿もあった。両者は団結し、仲間の奪還を目指す。町じゃごたごたあったけど、この先はここにいる全員の敵は同じだ。いいか、俺たちは同志だ。一方、先行してロビンを追っていたサンジはルッチたちに阻まれてロビン奪還に失敗。ルフィたちの海列車に合流する。同じく CP9 に連行されていたウソップは無事救出されていたが、一味を脱退していた彼は逡巡の末ある決断をする。話は全て彼から聞いたよ。お嬢さんを一人助けたいそうだね。そんな君たちを助けるのに理由はいらない。私も共に戦おう。私の名はソゲキング。ウソップは仮面をかぶったヒーローソゲキングに変装し、正体を隠したままロビン奪還のため一味に協力する。しかしロビンたちは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。大監獄への航路の入り口、正義の門を抜けてしまうと救出は不可能となる。世界政府の施設を襲うという前代未聞の作戦に挑む同志が集い、エニエスロビーでの CP9 との全面対決が幕を開けるのであった。狙撃の島の狙撃キング？ウソップ君の親友でヒーローだ。そうか、マントしてるからヒーローなのか。ナミさん、それとつい…何？サンジ君、ロビンちゃんは CP9 別に奪い返せなかった言い訳をしてんじゃねえが。なもん関係あるか。おお、やるべきことは変わらない。とにかくロビンと会って、エニエスロビーについて簡単に調べておいた。さらに先、島の裏手にはあれ？ルフィ…さっきまで…こちら本島全門、侵入者をかっ…ロビンはどこ？目指すのはあの塔だね。行くぞ。待てルフィ、まずはこの門を抜けなきゃならない。この門は通さねえぞ。巨人族の門番なんて嘘じゃねえか。政府始まって以来前代未聞だぞ。政府の玄関にここまで踏み込んだ男。お前、鳩のやつと一緒にいた牛。いつまで暴れるのだ。待て。
の屋敷で十分に見せたはずだ。そうだな。でもなんでか今はさっぱり負ける気がしねえ。ダメだ。この先の海にまたこんなに強いやつが現れるなら、俺はもっと強くならなくちゃ。仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド。ロケットピストル発動。ダイブ。ロケットピストル。ロケットマスターがないぞ。ゲロワ。ピストル発動。ダイブ。ピストル。ゲロワ。ピストル。ロケットマスターがないぞ。ゲロワ。ゴゴモノ。ゲットマスター。ピストル。ピストル。この男、地獄屋敷で戦った時はこんなにパワーはなかったはず。世界とか政府とか勝手に言ってろ。俺たちはロビンを奪い返しに来ただけだ。心しろ。ここで会ってよかった。これでまた強くなれた。六式使いが負ける。ゴムゴムのジェットピストル。ゴムゴムのでっかいゴージェットバズーカー。おっと、に頑丈なやつだな。じゃあもっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。Yep.